はい、エネキコリチャンネルです。今日は皆さんにお知らせがあります。この度このエネキコリはクラウドファンディングに挑戦することになりました。バチ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 。そのクラウドファンディングの内容はオンラインキコリスクール初心者向けバージョンです。はい、お気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、実は数ヶ月前にオンラインキコリスクールの林業従事者向けバージョンはすでにリリースしてあります。その動画についても発表しました。今回はですね、趣味や DIY やキャンプの好きな方とか、薪ストーブ持ってる方とか、より一般の方向けにチェーンソーを安全に使える方法についてフォーカスした内容、体系的にチェーンソーの基礎の木をですね、ギュッと詰め込んだ動画コンテンツを配信するという内容のクラウドファンディングを企画しました。チェーンソーの便利さというのは皆さんもご存知の通りかもしれませんが、実際に林業の現場で働いている人たちの中では毎年何十人も死亡災害が起きています。怪我も含めると1200件以上の事故例が毎年毎年起きているんですね。それをですね、一般の方が手に取って使うっていうのはかなり勇気がいることなのかもしれませんが、一方でチェーンソーの使い方を学ぶ教材やセミナーっていうのは一般向けにはほとんど用意されてないのが日本国内の状況なんですね。そもそもチェーンソーを使うにあたっての免許制度は日本には存在しません。これ驚かれる方も多いですが、免許制度がないのにホームセンター行ったらチェーンソー変えてしまう、こういう現状があるわけです。そんなわけで今回は一般の方がもう全然仕事で使うわけじゃないけど年に数回でもチェーンソー使ってみたいなという方に対してですね、気軽にいつでもどこでも学んでいただける、繰り返し視聴していただける、そんなオンラインキコリスクール初心者向けバージョンを作りました。今回のクラウドファンディングは8月1日から8月31日までの1ヶ月間の期間内に公開していきます。リターンとして用意しているのは通常のオンラインキコリスクール動画教材をかなりお得にご提供できるという内容になってます。超早割とかね、モニター割、いろんなバージョンでリターンご用意していますので、もうすでにチェーンソー使ってるとかこれから使ってみたいなと思っている方はですね、この機会にこのオンラインキコリスクールぜひ手に取って自分のスマホの中でチェーンソーの使い方、安全な怪我をしない使い方をぜひぜひ学んでいただきたいなと思います。チェーンソーライフは誰から何を学ぶかによって本当に人生が変わります。ぜひ誰も怪我させることなく、怪我なくチェーンソーライフ楽しんでいただけたらと思います。クラウドファンディングの詳細については概要欄に URL を貼っておきますので、キャンプファイヤーのサイトからご覧になってください。というわけで8月1日から始まるオンラインキコリスクール初心者向けバージョンのクラウドファンディングのお知らせでした。それでは皆さん、オンラインキコリスクールのクラウドファンディングいってらっしゃい。現在エネキコリチャンネルではオンラインキコリスクールの会員を募集しています。チェーンソーをこれから使ってみたい方、チェーンソーを使って木を切ってみたい方、いつでもどこでもチェーンソーの安全な使い方を学べる動画コンテンツをお届けします。オンラインキコリスクールの詳細については概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらをご覧になってください。それでは皆さん、いってらっしゃい。